男性の風俗ばかりがのさばるおかしな時代でした。男たちによって風俗は微妙なイメージになってしまいましたが、あなたが感じているようなのとは違ってもっとハッピー。でもセックスするんでしょ。セックスを何だと思ってる。挿入することだけがセックスじゃないから、男みたいなこと言わないでよ。セックスってね、コミュニケーション目的と性欲処理目的がある。あとまあたまに自己承認セックス、どれも緩くかぶり合ってるけどね。だいたい私たちってね、セックスについて考えたことなさすぎて、自分が求めるセックスがどれか全然分かってないんじゃない？なのにセックスという前線ばかりに送り込まれ、練習の場も確認の場もないまま、どんどん訳が分かんなくなっていく。何度繰り返してもどこか確証が持てず、あやふやなまま。とりあえず一回抱かれた方がいい。